ソプラノ・アルト・テノール・バス・ソプラノは、西洋音楽における歌手の聖域区分で、女性の高いおにを指す。また、気楽においては、同系の楽器中、最も高いおにのものを言う。例えば、ソプラノ・サックス。四世大歌声、混性四部合唱では、ソプラノが最高部を受け持ち、通常は旋律を演奏する。ソプラノは、おおむね C4E6 の聖域を持つ。 合唱や四世大歌星では C4A5 くらいの音域である。混声四部合唱ではテノールと合わせて交渉、バスと合わせて外声と呼ばれる。思春期前の一部の少年及びカウンターテナーもこの聖域を持つことがあるが、ほとんどの場合は女性歌手に対して用いられる。歴史的には女性がキリスト教会で歌うことは認められていなかったので、ソプラノの役割は、 若い少年、後に、カストラートに与えられた。なお、虚勢せずとも、ソプラノの音域を出せる、成人男性歌手をソプラニストまたは、ソプラニスタと呼ぶ。この手の歌手は、数少ないが、日本人では、岡本智隆がいる。なお、ソプラノ歌手という言い方が普及しているが、そもそも歌手の聖域を表す言葉なので、本来は、歌手をつける必要はない。オペラにおいては、 性質の違いによりさらに詳細な区分が行われる。これらの区分は歌手の聖域というよりむしろ声の特性、音色に関係する。詳細区分は次のようなものである。平均的な音域は最初に書かれた通りであるが、読書、特にオペラのアリアにおいてはそれ以上の音が求められることも多い。例えば、モーツァルトの魔キでは夜の女王役に F6 が与えられている。 ルクレツやア,アグヤアリア、エルナザックは C の名まで出すことができたと伝えられている。マドロバンも高い声の持ち主として知られ、残された録音では B6 を出しているところを確認できる。著名なソプラノをめぐって熱狂的なオペラファンはしばしば異なる歌手を支持して対立する複数の陣営を作ることがあった。一例としてマリア・カラスとレナータテバルディノ ライバル関係は最も著名なものである。正の五十音順。カッコ内は英語版へのリンク。ありがとうございます。